できました？すいませんね、無国際。ちょうど2時半になりました。私たち、経産省前テント広場の丸11年脱原発テント広場大集会、今年こそ脱原発を、これを開始します。最初に、2時半から3時半までオープニングの音楽を4団体の方々が交代で、演奏してくださいます。会場の準備が必要なんですが、皆さんしっかりと聞いていただきたいと思います。それと通行路、今日は日曜日なんで通る人が少ないんですけど、それでも、通行人を妨害しないようにそれを気をつけてください。それからゴミは全て皆さん一人一人が持ち帰る、ゴミは一人一人が持ち帰る、そのことを心がけていただきたいと思います。それではオープニングの音楽の方に、マイクを渡します。お願いします。はい、お待たせしました。トップはですね、いつもこの金曜は、金曜日にいつもやっていただいている、ね、森谷真美さんと、それからその仲間たち、カンパニーです ね、の方たちでお願いします。皆さんこれ一緒に歌う曲ばっかりですから、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこれ入ってる、はい、皆さんこんにちは、森山です。あと仲間たちが一緒に演奏してくれます。まず最初に11年間軍と戦い続けてきた皆さんに心から敬意を表します。そして、一緒に活動に参加できることを嬉しく思います。先日18歳の大学生とちょっと話したんですけど、原発のことを話したら、福島の事故ってそんなにひどかったんですかって言った人がいたんですね。わずか11年の間に本当に風化させられてきていると思います。これ絶対に忘れてはならないし、みんなに、若い人たちに語り継がなければなりません。福島の原点を歌う歌、ああ福島、歌います。どうぞ皆さん一緒に歌ってください。
ございます。福島は全然終わってないぞ。福島は忘れないぞ。絶対許さないぞ。原発に関してもちろん今一番問題になってるのは原発を再稼働するとか、新増設までするなんていうとんでもないことを言ってる人がいますけれども、もう一つ、放射能汚染水の海洋放出ですね。地元や漁協の理解を得ないうちはやらないって言いながら、なんでもうトンネル作っちゃってるんでしょうか。結局最後には理解なんかなくてもゴリ押ししようという意図が見え見えじゃないでしょうか。自然界にないものを海に流して何の害もないわけがありません。しかも一度流してしまったらもう元には戻りません。日本だけでなく世界中の海が汚染されます。何としても止めましょう。水に流すな。どうぞ一緒に歌ってください。原発のことばかりでなく、もちろん今とても話題になっているのは安倍元首相の国葬と統一教会との癒着
本当に自民党公明党政権ってなんてモラルのない節操のない政治家ばっかりなんだって思いますよね。こんな人たちに政治を任せているから、いつもいつも貧しい人が弱い人が切り捨てられ踏みにじられていってるんだと思います。こんな社会を変えましょう。こんな世の中は本当にもう終わりにしましょうよ。みんなで力を合わせて変えましょうよ。次に歌う歌、朝鮮学校の皆さんの歌です。でも歌に込められた思いは、福島の人にも沖縄の人にも被爆者や戦争犠牲者、あるいは性的マイノリティ、すべての踏みにじられてきた人々に通じる気持ちだと思います。どうぞ皆さん一緒に歌ってください。声を集まれ、歌となれ。どれだけ叫べばいいのだろう。奪われ続けた声が鳴る、聞こえるか、聞いているか、次はおなじみのね、浦和さん登場でございます。浦和さんの歌はみんなね結構耳なじみなんで一緒に歌ってくれればと思います。それでは浦和さんお願いします。はい、計算書前の皆さん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。今日は脱原発テント広場ができて丸11年の大集会、この音楽演奏に今年もお招きいただきありがとうございます。脱原発の歌を歌っているフランです。3.11 の原発事故のずっと前から私の名前はフランです。今日は3曲、まず私が作ったさよなら原発を歌います。
私が、さよなら原発と歌ったらそのフレーズを、同時に繰り返して、一緒に歌ってください。
るのは人の稲葉光です、今覚えてくださった方、もともとご存知の方、ぜひご一緒に頭からもう一度一緒に歌ってください。原発なくたって電気は作れるんだよ、そりゃ節電は大切だけど何も恐れることはないよ。原発壊れたらね修理できないんだろう、うちの庭に作れないものを人の庭に作っちゃダメだよ。原発なくたって日本は大丈夫だよ、再三取り乗りことやめて役立つ仕事を生み出そうよ。原発で出た核のゴミは10万年も先まで管理が必要、そんなゴミを遠い未来まで私たちの世代がこれから生まれてくる子どもたちに思い負債を残して本当にいいのでしょうか。原発やめたらね元気になるんだよ、肉野菜魚そして牛乳汚染に怯える日々にバイバイ、夢見てるわけじゃない現実がスタートなんだよ、100年200年もの人に恥ずかしくない世界を残そうよ。脱炭素、地球温暖化への対策としてもう一度原子力発電に頼ろうなんて本当にそれでいいのでしょうか。今エネルギーが必要だから原発の核のゴミは未来の子供たちに落ちてる、それで私たちは本当にそんな未来作っていいのでしょうか。次はシトロン稲葉を作った灰色星です。灰色灰色で心を浴びて
でした。次は日曜教の皆さんです。テント、テント前の本当に活動、毎日毎日本当に頭が下がります。11年間本当にご苦労様です。そしてこの活動が早く終わりを迎えるように、脱原発実現を目指して私たち日曜教、そして今組坂でずっと金曜日歌い続けてますが、そこで仲間になった半原発在隊の仲間たちも一緒に歌ってくれる、はい、そうですね、ということで私たちずっとメッセージを歌で届けています。では1曲目メッセージ、
の秋でした。本当にこの財務省の人たちは偉い財務省でもない間違えた経営財務産業省、はい、すみません、ふるさとを失った人々の悲しみを本当に分かっているのかと思いながら歌った双葉の秋でした。で、残念なことにミッション教の歌はこれで最後となります。最後は、皆さんも多分よく知ってくださっているはずの当たり前の地球を歌いたいと思います。はい、当たり前いきましょう。続いて爽やかにさらに爽やかの事情をかけた全然爽やかじゃないジョニー・エッジがこれから歌いたいと思います。さっき作った歌詞はね、から入りますのでちょっと譜面を見せていただきながら。原子爆弾の歌という、カタカナで原子爆弾と書いてそういう歌を、六文銭というグループが歌っておりました。それを、変えたりしました。原子力発電所作ったら、あ、違うな、キーが違うな、あ、違う、全然違いました。なぜあのこっち来るときに列車なんて考えてるんです。原子力発電所作ったらあちこちからミサイルが飛んできて立地立った町が吹っ飛んだ。わい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 原子力発電は原子力発電所
覗いてみたら、警備システムを突破した人たちがうようよいて、いろんな内部機器をいじってた。わい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 、原子力発電は怖いな。このワイワイのところは実は皆さんで歌うようになってるから、もし何かだったら少し、口ずさんでください。原子力発電所、よくよく覗いたら、生み出される核のゴミを輸出して、核戦争の材料に使ってた。ワイ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 、原子力発電は怖いな。原子力発電所眺めてたら、冷却水が放射能に汚染され、海に流され、お魚が飲んでいた。わい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 、原子力発電は怖いな。原子力発電所の塀を見ていたら、カルト宗教団体が絡んでいて、原子炉の形が壺に見えてきた。わい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 、原子力発電は怖いな。最後のこの、繰り返しのところ一緒にお願いします。わい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 、原子力発電は、怖いな。はい、ということでございます。原子力発電、カタカナで歌でございます。はい、あるところは冷やさない、だいぶね、冷たかった、暑いと困りましたね。暑いときはやっぱりビールで一杯と。冷たく冷やしてビールとスイカ、冷たくしなきゃ飲んでもうまくない、飲み食う。原子炉を冷やさないと水素爆発、非常冷却用電源装置がないから、全ての電源が喪失してるから、冷たく冷やすのに必要なのは非常冷却用電源装置だった。津波で壊れたから冷たい海水を無理やり上からぶっかける。冷やした後は放射線汚染水になる、デタラメ政策で地震の前の国会の最中、野党が要求津波が心配、非常冷却用装置電源装置を高台に移せと。その時の総理大臣はカルト神羅万象の安倍晋三。総理大臣は全て神羅万象を使った時点じゃないかとか答えたそうです。でもあの頃から何かちょっと怪しかったですね。この国は天の父母様の国、韓国がアダム、日本がエヴァ、都合さえあれば津波は来ない。我が国の科学技術でアンダーコントロール、地震で原発破壊はありえないと、電源装置はありえないとほざいてた。
電源掃除を移さなかった安倍晋三。そんなカルトな安倍晋三の壺カルトの国葬なんてありえない。だから原発反対の人はですね、国葬なんて賛成するわけないけども、やっぱりせっかくに反対しましょうよ。世間が国葬のことあんまりよく知られてないんでございますよ。放射能まみれの汚染水ごとあちらに持って行け。張本人の安倍晋三の説明してからやると言われたんで、韓国語でイエスはオン、ノーはウーン、けんちゃなよ、うんこくそ、いいですか、やっちゃって、いやいやいや、うんこくそ、うんこくそ、うんこくそ、私たちは奴隷になりたくない。国葬なんて許さない。放射能潜水の元を作った安倍晋三。そういえばこの経産省の昔、茂木って人は経産省団員だったんですね。いい加減しろよ、お前もカルトか。うるさいうるさいと言われる、あるいはなんか内容がふざけてるとか、ふざけてないんです、真面目にこういう歌を歌っております。さあ、この後はですね、いよいよ皆さんお待ちかねの、大集会ね、いろんな方が来てですね、挨拶、去年もいろんな方が来られました。音楽の、オープニングの音楽はここで終了にしたいと思います。出演は、森谷麻美、まさみですか、麻美、マミ、森、ごめんなさいね、僕ね、名前と顔、顔してるんですよ、名前覚えなくて。森谷麻美、アンド、仲間、歌手ですね。はい、はい、橋行き、橋行き。それから、フラン、フラン、あそこにいます。ノーニュースとありがとうございます。そして、日音響の皆さん、今、バラバラになっちゃいましたけど、いろんなところにいますね。日音響の皆さん、爽やかな。そして、爽やかな。ジョニーチがお送りしました。ありがとうございました。それでは大集会の方に移したいと思います。しばらくお待ちください。